まじ、お仕事したりとか、髪を染めました。もう黒になった。めっちゃ黒。どうですか？ 黒くしました。もう。いや、違う。何回も、で、毎回暗くしてるんです、染めるために。毎回暗くしてるんだけど、もうすぐ茶色になっちゃって、明るくなっちゃうから、もう、じゃあもうめっちゃ黒くしたらいいんじゃねって思って めっちゃ暗くしました。まあ冬だからね、ちょっと重めにして、可愛いかなと思って。ああ、いいね。ありがとうございます。ありがとう。いいって言ってくれて嬉しいわ。可愛い。ありがとう。似合ってます。ありがとうございます。あ、最近前髪をちょっと、こう、今あるんですけどね。あるはあるんだけど、ちょっと流したりしてるので、この色に合うかなと思って。ありがとう。皆さん、こんばんはと言ってくれて、遊びに来たよ。ありがとうございます。ではでは、やりますかね。早速、ここで今週の配信メンバーで争う乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は、紅葉の秋、落ち葉集めです。こちらの、こっちにあります。じゃん。こちらにある、落ち葉の絵をハサミで切っていきます。それで週の中で最も早く全ての落ち葉を切って集められたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ということで、じゃん。これを一個ずつ切って、早い人が、なんだっけ、一番選手権 プレゼントがもらえるということで。ちょっとね、いや、なんかさ、でもさ、こんなさ、なんて言うんだろう、図工みたいなのやるのめっちゃ久々かもしれない。 よいしょっと、ここにタイマーがあります。あ、順位を、まず現在の順位を発表します。こちら、じゃん。火曜日がゆなちゃんの6分50秒。水曜日がれんかちゃんの3分56秒ということで。どうなん？ 2人のさ、結果がバラバラすぎてさ、全然わからんくない？正直、どんぐらいか。早く丁寧にやるんだ。丁寧じゃないといけないか。3分って早いのかな？なんかもう、ちょっといけそうだけど、ちょっと、早く丁寧に頑張りたいと思います。まあ、怪我しないようにね、やらないと。ペンギン寝かせて、とりあえず。ではでは、あれ？タイマーは、あ、ここか。ここを押せばね、いけます。ゆなちゃんめっちゃ丁寧にやってた。あー、なるほどね。まあでも最初だからね、わかんないよな、具合が。ちょっと、頑張りたいと思います。いや、でもマジで、こういうのでも苦手なんだよな。なんか折り紙とかすっごい苦手だったの。僕、手先めっちゃ不器用で。まあ、そんなことはさておいて。では、スタートします。いくよ。よーい、スタート。あ、始まった。こんなさ、地味でさ、このさ、喋りながらやるのさ、めっちゃむずくない？めっちゃむずいかもしれない。 どうしたらいいんやろ、どうしたらいいんやろ、わかんない。どれぐらい丁寧にやったらいいんだろう。なんかでも、そんな白いとこがあってもいいですよって書いてあったけど、どんぐらい残してもいいんだろうっていう。よいしょよいしょ。あ、やばい、切れる切れる切れる。むずい、むずいよ。あ、これ意外と難しいかもしれない。はい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 。切るよ。こういうのとかさ、絶対さ、なんか一個はさ、こう、葉っぱとか切っちゃうんだよね。絶対切っちゃう気がする。よいしょ。はい、2枚切りました、今。もうさ、おっきく切って。
して後から細かく切ればいいんだよ。こんなの周りをジャジャジャって切ってさ、後で切ればいいんじゃない？知らんけど。はい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 。はあ、今何分経ったのかな。え、どんぐらい丁寧にやったらいいんでしょうか、これは。今何分経ったんだろう。これは確かに6分もかかってしまうかもしれない。これはどんぐらいがセーフでアウトなんだろうか。あ、2分だ。でもまだまだ2分、まだ2分だよ。いや、わかんない。いいのかな、これで。これは後で切るとして。急げ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 、よしよし、はいはいはい、急いで急いで、はい、とりあえずざっくりね切って、細かく切るのは後でやります。こうやって細かいところを、でも丁寧にさやったらさ、いくらでも時間かかっちゃう気がするんだけど。よし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 、何分？あ、やばいやばい、もう3分になっちゃう。でもこれでいいのかな。あ、これいいっていいって。このさ、このなんだろう、なんかもみじ、もみじめっちゃむずいんだけど、もみじめっちゃむずいんだけど、もみじって丸くていいのかな。いいよねいいよね、もういっか。ゴミ落ちちゃった。やばいやばいやばい、あー、やばい、まだあった、やばい、もうれんかちゃんの記録になっちゃうよ。どれぐらいがセーフなんだろう。1,2,3,4,5,6,7、8秒です。イエーイ。もっと早く、もっと雑にやったらもっと早くできたけど、ちょっとみんながどれぐらい丁寧にやってたか分かんなかったから。でもまあいいでしょう。ということで、はい、切れました。3分48秒って書かないと。あったあった、イエーイ。レンカちゃんよりはとりあえず早くできました。しょ、間違えちゃったかもしれない。3分48秒、はい、できました。じゃん。明日の人がね、どんぐらい早くできるか。でもさ、正直さ、タイマー見ながらさやってたらさ、もうこれより早くやんないとって焦るけど、基準がわかるからやりやすいかもしれない。はい、ということでゴミを片付けて続いていきたいと思います。なんかさ、こんな騒いだのリリアだけだよって言ってたけどさ、喋んなかったらさ、めっちゃ気まずくない？めっちゃ気まずいんやけど。無言でさ、無言でさ、チョキチョキしてたらさ、めっちゃ気まずいんやけどさ。だって配信してて、ね、静かなのちょっと気まずい。喋りながら切るのでもめっちゃ難しいわ。喋れない。でも喋んないと怖すぎて放送できない。から、はい、こんな感じでした。続いて近況報告ですね。最近は、アンダーライブがありました。
9月27から29に東京のね立川ステージガーデンで、そして10月の3日から5日に、大阪のオリックス劇場でやりました。まあ自分はちょっとね最終日しか舞台の公演とかぶってて最終日しか参加できなかったんですけど、でもすごくいいライブだった本当に。でもなんだろう、最近のアンダーライブやるごとになんか進化 してる感じというか、なんだろうな、進化してる感じがするし、もっとクオリティを上げようっていう向上心、気持ち、みんなの気持ちがすごく熱くって、そうだから本当1日だけしか参加できなかったのすごく悔しいなって思うぐらいめちゃくちゃいいライブだったし、みんな頑張ってたし、自分もその中に入ってねもっと頑張りたいなってそう思ったライブだったので、すごく素敵なものをね届けられたんじゃないかなと思います。みんな見てくれて、見た見ましたか。あ、日常、そう日常ね最終日だけちょっとセンターで自分がやらせていただいて、緊張したわ見たよ、ありがとう、ありがとう、見てくれたってすごいよかった、ありがとうございます。見たよって、見れなかった、そっか配信で見た、ありがとうありがとう、見たかったって言ったよ、 ありがとうございます、来てもくれたんだ、嬉しいね。そうそうそう、日常はすごく大事な曲だし、自分もめちゃくちゃ好きな曲だからセンターやるの本当に緊張した緊張したけど、でも曲がもう本当にラストぐらいのセットリストの中でそう順番的に結構最後の感じだったから、みんなのこう熱量を感じ取ってそれを受けてこうやったみんなの熱い思いをこう背負ってやれたかなと思いました。でもやれてよかったし、またぜひぜひぜひ機会があればやりたいなと思いましたね。そう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 、本当に北野さんの日常すごい大好きだったからさ、低体温のキスも ありがとうございます、見てくれて、そう低体温のキスもねちょっとあのユニットコーナーで歌わせてもらって、そう今回のユニットがそのあんまり最近歌われてない曲とか卒業された先輩のユニットの曲とかを歌おうみたいなコーナーだったので、生田さんのね曲をずっとやりたかったなと思ってたからやらせてもらいましたなんかそういうユニットとかも普段できないことができるからすごいアンダーライブ面白くて新しい挑戦になりました。はい、そして10月31日には樋口日奈さんの卒業セレモニーが国際フォーラムでねある。いやでもさ、もうなんかさ僕いやまだ2週間ぐらいある気持ちだったの勝手にそう卒業セレモニーまでまだ1週間以上とか2週間ぐらいある気持ちだったんだけど、信じらんないんだけど、あとちょっとあと何日、4日、信じらんないいやーちょっとね信じられないです、もうすぐだと思ってなかったからさ、そうなんかあんまり日付とか曜日とか感覚がこのお仕事してると自分あんまないから、そう気づいたらもう27日なっててびっくりですけどね、いやー寂しいねでも卒業セレモニーっていう形で出させてもらうのは実は初めてで、そう前回のセレモニーの時はちょっとコロナウイルスになってお休みしてたのでちょっとね出れなかったんですね、前回の時はね、そう南さんとかしんじさんとかの時は、だからちょっとセレモニーって初めてだからどんな感じなのかちょっと不思議な感じ新鮮な気持ちなんですけど、そういやでもなんか信じられない未だにまやさんと樋口さん卒業するのを信じてないです信じてないよ、もうやっぱりね近くで見てきた先輩方なのでなんか
想像できないなっていう。いないのが一緒にいたライブのリハとかお仕事してて、そうそう想像できないけど、で毎回そう、毎回そうなんですよ。誰か先輩が卒業される時って、卒業ライブの時とかはあんまり実感がなくて、え本当に本当にって思うんだけど、もう一番実感が湧くのはもう次のライブのリハした時に、いつものポジションに先輩がいないとめっちゃ実感して、卒業されたこと、もうねめっちゃ寂しくなるんですよね。そうだから次のライブとかのリハした時が多分一番寂しいんだろうなと思います。そうまだわからない、うん、でもまあ笑顔でね見送れたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひぜひいてください。そうそうそう泣ける寂しくなっちゃうよね。そうなんだよ、あいつもここの ポジション先輩だったのに違うメンバーがとか自分がとかなるとすごい寂しいってなるね。そう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 頑張れ、ありがとうございますありがとうね。そしてあとは、あとは、東京ドームね、真夏の全国ツアー2021ファイナル in 東京ドームのブルーレイと DVD が発売になります。東京ドーム、なんかやっぱ東京ドームとか日産スタジアムとかそういう大きい場所でやらせてもらえるのが本当にすごいし誇りに思ってるから、それがね円盤化していつでも見れるっていうのはめちゃくちゃ貴重なので、ぜひぜひ見てください。いや東京ドームってさ天井めっちゃ高いんよね。なんかいろんなライブ会場行くけど、やっぱ天井見ておーって思うのは東京ドームかもしれない。めっちゃ高い気がする。あとは乃木坂配信中では、この間の乃木坂工事中の目指せ大女優乃木坂アカデミー賞公開されてます。難しかったよ、めっちゃ めっちゃ難しかったの。いやなんか自分はねロケで撮らせていただいたんですけど、お芝居を。もうさなんか久々にこんなに精神的に疲れました いやなんかさテーマ送られてきて、なんかこれでちょこっとお芝居してくださいみたいな言われて、えちょこっとな、お芝居って僕いろいろさせてもらってるんですけど、台本があるんですよ。でセリフが決まってる、その中でお芝居をするんだけど、台本というかセリフも考えないといけないし、シチュエーションも考えないといけないから、シチュエーションはあるけど、その細かい設定とかね、だからめっちゃ難しくて、うわもう怖すぎると思って もうね大丈夫ですか大丈夫ですかって周りのスタッフさんにね、怖いです怖いですって言いながら撮りました。そうちょうどねスタジオ収録の日が結構アンダーライブとかその舞台のところらへんだった気がするんで、スタジオはね行けなかったんですけど、ぜひよかったら いてください。あ1万人ありがとうございます、ありがとう。そうそうちょっと頑張りましたので、ぜひ よかったら いてください。あとアンダーライブでも毎朝にドッキリをね仕掛けたのも配信中で配信されてるので、ぜひぜひよかったら見てください。そして本日は、プロジェクト V さんの方に、出演します。リリアの部屋でいつもやらせてもらってるんですけど、 VTuber さんのニュースをたくさんね紹介していますので、ぜひあと髪型ね変えたりちょこちょこしたりしてるので、そこら辺もまあ気になった人は見てくれたら嬉しいなと思います。ぜひぜひお願いします。夜です。ではでは、もう残りね9分しかない。めっちゃあっという間すぎてさ、なんかいつもさ個人配信してるとさベラ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 喋ってるだけだからいいんですけど、ちょっと時間配分が難しい。そうラジオもねやってますので、おしゃべりタイムぜひぜひ聞いてください。お願いします。
ではでは次に前回の配信メンバーからの宿題をやりたいと思います。ここにあります。じゃん、レンカちゃんからリリアへ。ポケカで一番好きなのは、むずいねむずいね。ポケカで一番好きなの、でもさ、正直ポケモンカードに、パン、ポケモンカードってもう星の数ほどあるから、一番好きなのめっちゃ難しいんだけど、なんだろう、なんだろう。まあでも最近のパラダイムトリガーは、ルギアめっちゃ欲しかったんですけど、ブースター出なかったんで悲しいです一番好きなのなんだろうね、なんだろう、でも僕はどっちかというと、なんだろう、デザインっぽいイラストっぽいカードがすごい好きで、キャラクターレアとかのスペシャルアートとかすごい好き でピカチュウのカードが好きかな。ピカチュウのカードめっちゃいっぱいあるんだけど、どれもすごく可愛くて、一応持ってないんだけど、なんかね、お誕生日ピカチュウのカードがあるんですよ。でなんか名前を書く欄があって、何とかのピカチュウって書かれてるカードがあるんだけど、そこに自分の名前を入れると、世界に1枚だけのお誕生日ピカチュウカードになるっていうカードがあって、それはねちょっとすごい欲しいなと思いますかな。ピカチュウのカードが好きです。はい、じゃあここで次回の乃木曜日担当メンバーに宿題を出そうと思います。こちら、次回の、乃木曜日メンバーはさくちゃんかな。さくちゃん、はい遠藤さくらちゃんですね。ではでは、これか。どうしよう、宿題どうしようかな。あ、まあ時期だからこれ聞こう。からね、これ聞いてみたい。こんな感じでいいかな。はい、書けました。よし、じゃん。さくちゃんへ、ハロウィンでやってみたいコスプレは、イエー個人的に、いやマジで個人的に普通に自分が聞きたいだけなんだけど、そう、何があるのかなと思ってだし、皆さんが聞いて嬉しいかなって思いました。ぜひぜひね、どんなコスプレやってみたいのあるのかなって、ちょっと聞けたら嬉しいですこんな感じ。あと6分ありますね。なんだろうね、コスプレのイメージ、めっちゃないからさ。ヨンキちゃんだとさ、カッキーとかあのマユタンが配信中とかでね、コスプレやったりしてるし、2人とも、まあ、アニメが好きだから、そのやってるイメージあるんだけど、さくちゃん、なんだろう、無難に魔女とかかな自分は、内緒です。内緒ですけど、なんだろう。でもやる予定は本当にないんで、別に期待しないでほしいんですけど、やっぱスパイファミリー好きなんで、スパイファミリーのキャラクターいいなっていう、この間も猫舌の時に行ったんですけど、そう、スパイファミリーのキャラクターいいなと思う。でも本当にやりたいのって言ったら無限にあるからさ、正直全然言い切れないというか、男の子も女の子も別に自分は関係なくやりたいので、ハイキューも好きだから、ハイキューのキャラクターとかもやりたいし、そう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 、軽音もね、いいね、確かに確かに。ごと嫁もみんな好きだから、みんなやりたいしね、できるなら。そう、エヴァとかも好きだからやりたいし、あとなんだろう、そう、
あと前言ったけどポケモンのひかりちゃん、トレーナーのねひかりちゃんすごい好きだからめっちゃやりたい。夜さんはね、夜さんでも絶対夜さん、似合いそうにないけどな。大人っぽすぎて。シンジくんね、シンジくんいいよね。綾波レイね。あー、セレナね、セレナ。リーリエとかもやりたいけどね、めっちゃ可愛いから。ポケモンで言うと。普通にサトシとかもやってみたい。全然ね。あと、チェーンソーマンも最近人気ですけど、自分もチェーンソーマン漫画読んでて好きだから、でもチェーンソーマンはできそうなキャラがいないな。ポチタやります、そしたら。ポチタやります。ポチタ難しいけど。チェーンソーマンだったら。だって、マキワさんできないよ。そう。あ、呪術とかもね、呪術も確かにね、呪術は僕は犬巻先輩が一番好きだから、やるなら犬巻先輩がやりたいし、今年もね、ちょっとやろうかなって考えてたけど、ちょっと違うのやってみたいなと思うので。そう、あ、確かに髪色は今ちょっと夜さんになった。暗くなったから。そうそうそう。あ、あと2分だ。パーちゃんね。ああ、パーちゃん確かに。可愛いけど、できるのかな。 やってみたいですね。そう、あとまあ VTuber さん好きだから、そこら辺もやってみたいし。そんな感じで。もうすぐ終わっちゃう。乃木曜日。今日木曜日。木曜日ですね。終わりの時間。もうすぐね。明日は金曜日で。もう土日。頑張れ。もう自分関係ないからさ、正直さ、逆に土日とか祝日だと結構街が混んでるので、ああ、お出かけやめようかなって思うんだけど、そう、皆さんがね、ゆっくりゆっくり休んでいただいて、本当にありがとうございました。次回の乃木曜日の配信時間は、決まり次第、ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは、それでは、まあ、まだ1分あるんですけど。ね、また個人配信もね、もう全然できてなかったから、そう、舞台とか夏がちょっとライブとかバタバタしてたんでできなかったんですけど、今年中やれるかな。やれたらいいなっていう感じです。そう、いや結構そのパーソナルな部分はラジオとかでもいっぱい喋ってるので、よかったら聞いてください。またいつかやれたらぜひぜひ入れてください。ということで、今日のお相手はドリアでした。バイバーイ。切るよん。